昔と似た感じなんやな。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。何分コースにいたしましょう。あ、いや、ちょっと聞きたいことがあってな。この男がここの常連やって聞いたんやが。ああ、川村くんですか。私よく担当させていただいてましたよ。ほんまか。ええ、と言っても前に来たのはかれこれ1年前くらいになりますけどね。1年前、川村がうちの組に入ったのと同時期やな。ちいと事情があってそいつを探しとるんや。何でもええ、覚えとることはないか。あ、そういえば川村くん最後に店に来た日に気になることを言ってたんですよね。気になること？はい、川村くん上の雀荘でいつも麻雀をしてたんですけど、最後に店に来た日、借金が全部チャラになったって喜んでたんですよ。チャラになった？ええ、全額肩代わりしてくれる人に出会ったとかなんとか。その人と東京の神室町に行くからしばらくこの店には来れないって。借金を肩代わりしてくれる人間と神室町に？世の中にはそんないい人もいるんですね。羨ましい。他には何か覚えとらんか。結構前のことなんで、すみません。いや、助かった姉ちゃん、ありがとな。あ、それでお客さん何分コースですか。あ、いや、マッサージはええわ。せっかくなんでうちのマッサージ受けてくださいよ。こんだけいろいろ話させといて何もなしですか。こっちは個人情報保護とか厳しい中でいろいろ話したっていうのに。ああ、わかったわかった。なら手っ取り早く一番短いコースで頼むわ。はーい、30分コースですね。今ならうちで一番マッサージがうまい立山が担当できますよ。ようわからんから任せるわ。はーい、ではご案内しますね。服を着替えてお待ちください。立山さん、一番のお客さんお願いします。失礼します。本日担当する立山誠です。 Oh no。 よろしくお願いします。Oh no, I didn't expect that. Oh shit, I can see where this is going. Shikara kagen, kaga desu ka? じゃあ次は足つぼ行きますね。ちょっと痛いかもしれませんけど、我慢できなかったら言ってくださいね。痛かったですか？そうですか。それならいいんですけど。He can't talk because she'll identify him. じゃあ次は腕に行きますね。腕時計気になります。これ私の宝物なんです。もう20年ぐらいかな、ずっと大事に使ってるんです。
ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。古い型なので替えがこの色しか見つからなくて。もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。実はこれ、私の命を救ってくれた人がくれたものなんです。私、実は昔精神的な原因で目が見えなかった時期があって、その人とはそんな時に出会ったんです。事件に巻き込まれた見ず知らずの私を、その人は名前も名乗らないまま命がけで守ってくれた。絶望のどん底、暗闇の中から私を救ってくれたんです。そのおかげで今は無事目も見えるようになって、結婚もして子供にも恵まれて、慌ただしいけど楽しい毎日を送れてます。あの頃はこんな未来が待ってるなんて想像もつかなかった。私今本当に幸せです。希望を捨てないで生きてきて本当に良かったなって心からそう思えるんです。でも私、その人に感謝を伝えられないまま別れてしまって、ずっと後悔してるんですよね。実はここで今こうしてマッサージしてるのもそれが理由なんです。あ、ここはその人と初めて出会った場所なんです。そしてこの蒼天堀はその人との思い出が詰まった大切な町だから、ここに住んでこの場所で昔のように待ち続けていれば、いつかもう一度会えるんじゃないかって、会って今度こそありがとうって言えるんじゃないかって思って。 Come on, say something, Goro. いけない、神器臭い話しちゃいましたね。ごめんなさい。なんでだろう、今日おしゃべりになっちゃうな。あ、今のは夫には秘密にしてるんで内緒にしといてくださいね。お客さん、これうちの会員カードです。どうぞ。あの、以前どこかでお会いしましたっけ？楽になりましたか？おかげで18年ものの凝りが取れたわ。ありがとうございました。 But damn, Paul Majima. I love that Yakuza Zero so damn much.何やて？Oh, come on. Before this wraps up, Majima's got to say goodbye properly. Please. Huh?
何やって？おう。All right, here we go. Things are hotting up. Last in the line, okay. Nope. Not today. Is that official fights to lengthen these chapters a little bit? Cut it out. しまいますから。何言うとるんや。上松やったんもお前なんか。はい、でもあと一つ、あと一つなんです。それが終われば俺は自由にしてもらえる。川村、お前、親父を殺せば俺は生き返れるんです。本当にすみません。親父、死んでください。At least he said please. Yeah, I don't think there was much use blocking a bullet there, but I'll give it a shot. Yeah.
let's do some of those expensive potions we bought. Please, Jesus Christ. Kick down. やっぱり強いっすね。親父はもう少し早く親父に会えてたら人生変わってただろうな。河村、お前なんでこないなことを。親父、本当にすみません。よく頑張ったな、河村。これでお前の借金、チャラにしてやるよ。いいぶち。バカとハサミは使いよう、なんて言葉がありますが、本当にその通りだ。借金肩代わりするだけで何でもしてくれるんですからね。金と暴力ちらつかせるだけでいい。極道社会ってのは本当にくだらないが楽ですね。すべてお前が裏で糸引いとったんか、飯淵。ええ、その通りです。お前何が目的や。この世で最も非合理的で時代遅れな業界ってなんだかわかります？極道社会ですよ。義理人情なんてものに基づいて素頭の悪い連中が各地で幅を利かせて好き勝手に統治している。本当あまりにも非効率すぎますよこの業界は。だからコンサル上がりの私がきっちりマネジメントしてやろうと思ったんです。なんやと。各地に散らばる極道組織を全国統一し、極道社会全体を合理的な仕組みに一本化する。いわば極道社会のアップデートですよ。この古臭い業界を俺が全て塗り替えるんです。上松やったんもその理想のためや言うんか。ええ、極道社会の全国統一、私はそのための足がかりとして自分の所属する東条会を手中に収めようと考えました。寺田をたぶらかして自分を押し上げてもらい、邪魔な連中は排除していく。植松もそうですし、あんたもそうです。もちろん寺田も時期を見て消すつもりでしたがね。私はそうやって東条会を手に入れ、それを近江連合に譲り渡そうと考えました。近江に。はい、東条会を近江に吸収合併してもらえば日本最大の極道組織が出来上がります。そうなれば全国統一はもう目前。私はその組織の要職につき、極道社会を自分の理想色に染め上げる。義理人情なんてくだらないものに左右されない合理的で近代的な極道社会を作り上げるんです。くだらんな。あなたなんぞにその価値はわからないでしょうね。ですが近江連合のある幹部にすでにこの話は通してあるんですよ。あとは実行に移すのみ。しかしスムーズに東条会と近江を合併に持っていくためには何か大きなきっかけが必要だ。それが
戦争ですよ。登場界の人間が近江の幹部を殺せば、これに勝る火種はない。だから河村に一肌脱いでもらったんですが、どうせなら河村なんていうチンピラよりもあんたが殺したってことにした方が良さそうですね。Yeah, not a chance. 悪いが、あんたにはここでいろんなもんを背負った上で死んでもらいます。この腐りきった極道社会を正すための礎になれるんだ。悪い話じゃないでしょう。どうせあんたはほっといたらろくな死に方しねえんだ。今死んどいた方が値打ちが出ますよ。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。お前の理想なんかどうでもええ。わしはただ目の前におる気に食わんやつを殴るだけじゃ。勢いだけで全てを変えられるわけありませんよ。そんな古臭いバカな極道はさっさと消えろって言ってんだよ、マジマー。本日担当する立山誠です。 Oh no. よろしくお願いします。Oh no. I didn't expect that. Oh shit, I can see where this is going.